こんにちは、沖縄海部商会のバラです。もう7月に入っています。いやね、梅雨が明けてからのね、酷暑がすごいですね。昨日もね、那覇はね、猛暑日で35度になったようです。もう沖縄でね、35度に気温がなるって珍しいですよね。で、あまりにもね、暑くてね、ちょっと山の中歩くのがきついなと思ってたらね、あ、そうだ、川に行こうってことで、ね、去年はちょっと川入らなかったんですけれども、今日はね、ウェットスーツを着てこれからね川に入ろうと思います。まあいろんなね赤坊主ハゼとかねそういったね、ハゼ類をね撮影していきたいと思います。では早速行ってみましょう。これからねハゼ類を探すのはこういったヤンバルの渓流です。結構ねやっぱ流水なのでねこんなね猛暑日でもウェットスーツを着ていないとね、体が冷えてしまいます。だからね、暑い時期にはね、ちょうどいいかなと思っています。ああ、どんなね、ハゼが取れるかどうか、楽しみです。今日使うカメラですが、ソニーの、コンパクトカメラです。それを純正の、こういったね、ウォータープルーフのケースに入れて使います。このソニーのコンデジはね、これは1型の裏面照射の積層型センサーを積んでいます。1型センサーですね。2018年の発売なのかな。まあ結構古いカメラにはなりますが、まあローもね、撮れるので JPEG だけじゃなくてね。まあ多少ノイズが出ても後でライトルームでなんとかなるかなと思っています。このカメラをこういう風にケースに入れていきます。で、ちょっとね、マクロがそんなに強いカメラではないので、ケースの先に、これはね、オリンパス製なんですが、マクロのね、コンバージョンレンズを取り付けています。水中用のね、ストロボは持っていないので、照明はね、LED のね、これは水中用の LED ライトですね。を使っていきたいと思います。昨日ね、お風呂でね、防水のね、チェックもしてあります。水中マスクはですね、こういったね、顔全体を覆うタイプを使っています。まあ、口をね、水につけないので、まあ少しでもね、レストスピラ症の危険性をね、緩和するためにこういったタイプを使っています。いや、にしてもね、やっぱウェットスーツを着ると暑いですね。まあ、この後ね、水入ったら一気に冷たくなるんですけれど、手袋とかもちゃんとつけています。とにかくね、肌の露出をね、なるべくね、少なくするように心がけています。まあ、川だからといってね、ちょっと舐めないようにしないとね、川にはやっぱ川の危険性がありますので、ちゃんとね、装備って大事ですね。
いつもね、持ってきている冷えた麦茶もあるんですが、今日はね、こんなね、暑い日なのに、ミントのね、ホットティーが美味しく感じられます。まあやっぱりね、山の中のこういう流水だと、ちょっとね、体を温めてあげないといけないぐらいです。いや、寒い。なかなかのね、7月上旬のこの、今日もね、35度予報の酷暑だというのに、寒いです。ちょっとあったかいお茶がね、美味しいですね。低体温にならないように、今ね、ちょっと一旦水から上がって、体を温めています。だからね、赤坊主ハゼの、まあ、お酢の動画、特に写真はね、結構いい感じで撮れたんじゃないかなと思っています。まあ、ちょっとパソコンにね、取り込んでみないと、がっちりピンが来てるかどうかっていうのが、もうね、まあ、防水ケースに入ってるっていうこともあって、ちょっとピントがね、確認してみないとわかんないんですけど、多分大丈夫だと思います。いい感じで撮れてます。